ダメです。You got like a million ideas what we could do, cause I'm not gonna let you slip away, I won't waste this. There's something about the way. スノーボードをこの初めてやるっていう時に、まあグラトリーっていうまあ一つのジャンルですね。それがまあ怪我のリスクは少ないですね。でもこういざやろうとなると、まあ誰に教えてもらっていいのかまあ分からず、まあ実際こうスノーボード一人でやってるともうこけたりとか、まあ痛い思いして、あーなんかスノーボード難しいなってなっちゃうのがすごくもったいなくって、スノーボードってこう楽しいんだよ、グラトリきっかけでスノーボードがこう好きになってくれたらいいなと思って、じゃその思いで、まあ、GS、まあ、ガールズセッションで、まあ、女の子だけなんですけど、まあ、女の子たちがもっとスノーボードをのめり込めるようなちょっとしたきっかけになればと思って、まあ、イベントを開催してます。いろいろな方々がいて、まあ、年齢層も、まあ、10代から、まあ、本当40代50代の方もいらっしゃって、僕すごくもう情報交換が多いので、もう自分の中でもあこういう風に感じて、まあ、グラトリを見てるんだな、スノーボードを見てるんだなっていうので、いろんな視点でこう見れるので、すごくそれが、まあ、楽しくて、そうですね、いろんな刺激をもらってます。はい。ガールズセッション。今後はこの GS のイベントは、まあ、私がいなくてもいろんな、まあ、皆さんの協力で形を変えてって進化していって、このイベント自体がもうどん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 こう歴史を作って、もう一歩一歩前に前にどん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 大きくなっていけたら一番いいなっていうのがあるので、もっと自分関係なくいろんな人の力によって出来上がっていくイベントにしていきたいと思ってます。はい、以上です。